皆さんこんにちは、イグです。今回はこの間ちょっと何種類かシールをね、ダイソーで購入してきたんですけど、もうそこから超忙しくなって収納するところにしまえてないので、シールの収納を紹介しつつ収納してしまって片付けていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。私のシール収納というのは主にこんな感じなんですけど、こっちはマスキングテープ、こっちは日記を書いてる時によく使う、こんな手のひらサイズの1枚ずつ違うデザインが入ってるシールになります。マスキング素材だったり普通の紙っぽい素材だったりいろいろあるんですけど、こちらは今回関係ないのでこのまましまっちゃいます。今回関係あるのは紙のシールですね。この間ダイソーで買ってきたのが、ちょこっと差し入れ、ダイソーじゃない、間違えた、リライアブルブックス まあ、蔦屋書店ですね。ちょっと文房具とか手帳とかちょこちょこっと置いてるんですけど、そこでちょこっと差し入れっていうレシート入りのシールを数種類、5種類買ってきました。もっと種類あったんですけど、子供メインの運動会とかね、そういうものはちょっと私は使う機会がないので、自分が使えそうだなって思うデザインのものを買ってきました。女の子、お出かけ、おうちタイム、家事と日常、季節を感じる。おうちタイムが一番使えそうですけどね。これをしまっていきたいんですけど、全然しまう時間がなかったので今しまっていきましょう。あとこれ YouTube のショートに載せたんですけど、私が中学校高校の時に買っていた平成のシールたちです。母親が取ってあって返すっていうか これ使えないよ手帳にっていう、返却されたものなんですけど、レジンでできてるぷくっとしたシール、チャーミングシールみたいな。チャーミングシールっていう言葉知ってるの昭和生まれですよね、きっとね。そういうぷくっとした感じのものはレジンがもう黄色く黄ばんでたし、こう反っちゃってて紙に貼れなくなっちゃったので、それは捨てなさいと言って捨てさせました。紙素材のものとかビニール素材のものはワンチャンいけるかなと思って回収しました。ハートのものが多いですね。なんかデートに憧れてたんだろうなと思いますが、これもなんかしまえるところがあったらしまおう。で、私のシール収納はこれだけなんですけど、バインダー2冊と、これははがきケースかな、100円ショップで売ってるはがきケース2冊。これ1冊びっちり入ってるわけじゃなくて、びっちり全部に入れちゃうとこうブワってこのぐらいの厚さになっちゃうので、閉じてちょうどこの四角い形になるようにしたら、この部分は入ってない空っぽのファイルです。あとなんか仕事がある日に使っよく使ってたシールもこっちにあるんですけど、これもここにまとめちゃおうかな。で、こちらはフレークシールが入っていまして、フレークシールね、なかなか使う機会がなくて溜まっちゃってます。これも来年日記を書くようになったらどんどん使って減らしていこうと思います。今回フレークシールはないのではけておきますが、こちらはシートシールの収納になっています。 A4 のバインダーにこのシートシールを収納する、これを入れて収納しています。これ100円ショップで売ってるものだったんですけど、
もう見事にすぐ完売してメルカリで結構高額で出たりしてたものなんです、バズってたものなんですけど、最近はもう売ってないですね。この種類の缶バッジケースとかそういうシートシール入れじゃないものはまだあるっぽいんですけど、みんなシートシール好きだねみたいな私もだけどっていう、よいしょ、もう1冊では収まりきらなくなって2冊目に行ってるんですけど、でもシートシールって普通に買うと高いですよね。300円ぐらいとかして、でそれと同じぐらいのクオリティのものを100円で売ってくださっている100円ショップは本当にすごいです。こちらのシールはシートシールなのでここに収納します。でこれもシートなんですけど、どうしようかな、半端だし大きさも最近のはちゃんと大きさ揃ってるんですけど、昔のってほんとバラバラだから、これこそこういう袋に入れていったりしようかな。でこのハガキのケースには、あの100円ショップでよく見るこのサイズのシールたちを入れてます。セリアさんとかが多いですね、このサイズのシールは。昔から仕事がある日にはこのシールをつけるっていう風に手帳を使ってたんですよね。今はそんなことしてないんですけど、最近は丸いシールをよく使うんですが、これもこの種類なのでこっちに収納していきます。あとはインデックス系ですね。ここには付箋とメモが入ってるんですけど、ここにもシールが、でこのインデックス系のシールもまとめておきます。この丸いシールはね、本当に最近の手帳でよく使うのでいっぱい買ってきたんですけど、この余ってる方に入れていきます。本当はこのもともと入っているビニールの袋に入れたまま収納したいんですけど、昔買ったシールってそのビニール捨てちゃってるので仕方ないからそのまま入れます。微妙に違う色味と大きさっていう。でこのね、この紙、これがあるだけで厚さがねすごいかさばってしまうんですよ。なのでこの紙は抜きます。これ効きだったな、そっちね、両方開いちゃった、ちょっとはみ出るか、よいしょ、入りました、よし、これですっきりすっきり。インデックスシールは自分手帳の時によく使ってたんですけど、今今年来年は自分手帳を使わない予定なので、トリンコにはもともとねインデックスこういう形でついてるので、使うとしたらウィークスでも、これね、せっかくシンプルだからここになんかシール出るの嫌なんですけど、もし使う機会があったら使おう。そしてこの不揃いのシールたち、なんかでかいのとかあるのがないな、収納が大変、細長いやつとか入るかな、これギリギリだな、ギリギリぐしゃっと入れるのが嫌なので、いい感じに台紙とか切っていきます。入るのはいいんだけど入らないものも多い、袋から出ちゃってるのは、ね、表裏にして、もう粘着力がさなくなってそうな感じなので、なんかその辺にこのハートがねピッてピッとかついてたりするとなんか恥ずかしいですよね。あれ入るの微妙だな。これもねもらったらいいんですけど、片付ける時間がマジでなくてその辺に置きっぱなしになってたんですよ。片付ける時間ができてよかった。こういうキャラ流行りましたよね、私が高校の頃、1997年とか。このバイブルサイズに入れられるよみたいな、めちゃくちゃ外国っぽいな、
ソニプラとかで買ってそうだけど、ソニプラなんてないんですけどね。分別が厳しいのも北海道あるあるです。よし、一番のごちゃつきポイントまとまりました。最後これ、こういうのもすぐ出せるように私はビニールの上だけ切っちゃいます。父叫んでますけど元気そうでしょ。開いた。これをこう背中合わせにして収納していくんですけど、一応ねあのジャンルを決めてるんですよ。 人型とかデコに使えそうなやつとか細かいやつとか、で一応ジャンルを分けてるんですけど、今回のはこういう細かいシールに分類されるので、この辺の後ろに追加したいなと思います。でファイル1枚足りないので足します。でこのピンクの方のがもうパンパンだから、ちょっとこっちにずらしたいんだよね、このジャンルごと。でもデコに使えそうなやつって言ったらこのぐらいになっちゃうんで、なんか人型のやつかな。移動していただきます。君たち移動です。そういえばあのロルバーンも手帳出るじゃないですか、10月から使えるやつで、ロルバーンの手帳はあの使う予定がなかったので別に今年はチェックしてなかったんですけど、ふらっとお店で見かけたらシマエナガちゃんとウサギさんの手帳があったんですね。手帳ロルバーン使わないけどめちゃくちゃ可愛くて、あのなんならうちの母親が欲しいっていうぐらいウサギさんのデザイン可愛くて、手帳としては使わないんですけど買っちゃいました。移動でございます。真ん中にね入れると入れやすいのは知ってるんですけど、一応順番を守りたい。そうそう、でロルバーンのそのウサギの手帳を手帳としては使わないんですけど買ってしまいました。何に使うかというと、私夫と音楽活動をしてるんですけど、その歌詞を書いているノート、歌詞書いてるのもアナログで普通に紙なんですけど、そのノートがですねもうボロボロになってしまったので、心機一転再スタートの意味を込めて歌詞ノートを書き写そうと思って、よし、OK、買ってきました。これ L と M しかなかったからもう L なんですけど、今まで B5 のノートに歌詞書いてたから大丈夫かなっていう、まあ、両方こう使えばいけるかなっていう感じで、手帳としては使わないのでもうマンスリーとかは取っちゃいましたけど、今後の相棒にします。はい、というわけで今回は私のシール、あの片付けられてなかったシールを収納の場所にしまうという動画のついでに、シール収納のやり方、どうやって私がシールを収納しているのかというのをお見せしました。ちょっともうこのファイルを購入するのは難しいかもしれないんですけれども、こうやって見渡せるように収納するっていうのはすごく使いやすいのでおすすめです。では今回の動画はここまでにします。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。バイバイ。ここに手垢がすごくついてるんですけど、これは朝一で私は日焼け止めを顔と首と腕とか
バーって塗るんですけど、その手で手帳を書くっていう流れが多かったんですね。あの日記を書いてる時ですね。なのでここに日焼け止めを塗った手で触っている手垢がついていますが、別にこれはあの濡れたもので拭けば取れると思います。